レオバタースです。3月22日水曜日、おはともの、みんなも一緒にせーの、おー。さあ今日はおばけ図鑑のテーマ曲を歌う TMK が来てくれてます。おーはー。そしてさとものゲームに参加してくれるはともれんたろうくんも来てくれてるぜ。よろしく。TMK のサイン特製パネルと配信アルバム、そしておまけ図鑑のスペシャルグッズと、この後招待する配信ボトルマンもセットにして、めっちゃ豪華にプレゼントするぞ。さあさあさあ、今日はアクロバティック三銃士のスゴ技を撮影しましょう。制限時間は5秒間、せーの、おまけ図鑑。新シリーズ降臨、ゴッドキャップで公式競技に挑め。今日はどんな新モデルが登場するのか、 VTR、 はい、どうぞ。これが井の作の真顔だそうです。今週3月25日にあのボトルマン待望の新シリーズが登場。キャップが超進化、その名もゴッドキャップシリーズ。でかい、重い、軽い、キャップのバリエーションが増え、脅威に合わせて使い分けられる。昨日は火曜メンバーが公式競技ボーリングでそのゴッドキャップの性能を体験。そんなキャップとともに新たに登場する新機体にも注目。サーメッツ G はワンハンドトリガーとサーバーによって片手打ちが可能に。ライトキャップと組み合わせると華麗な高速連射が決められるぞ。そしてコバルトボトル G はおはとものお父さん世代が爆ハマりした伝説のホビービンダマンとコラボした新機体。こちらにはヘビーキャップがついていて、重たくパワフルなショットが打てるんだ。今日はそんなコバルトボトル G とサーメッツ G を使ってお兄ちゃんとタクミンがスピードシューティングでマジバトル。自分のエリアのターゲットを全て倒したら、上のターゲットを相手より先に倒した方の勝利。果たして勝つのは、どっちだ。はい、というわけで今回はおはスタの特別ルールで行いたいと思います。30秒以内に倒してもらいます。では2人が使うボトルマン見せてちょうだい。僕はライトキャップで高速連射サーメッツ G だ。俺はビーダマンシリーズの前から生まれ変わりコバルトボトル G だ。いいね、懐かしい感じがしていいよね。じゃあ今回ね、重いキャップと軽いキャップがあるんだけども、2人はどういう戦略でいく？僕はね、軽いキャップで連射できるから、タン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 でいくよ。いいね、正解だね。さあ、タクミンはドドドドーンでいきます。おっしゃー。さあでは気合十分てなわけでレディーキャップバトルバトル。さあさあ、さあよっしゃ、エンタロー君も一緒に応援してくれ。あ、でもすごい、頑張れ頑張れ。生放送の後、終わってやろうぜ。これ収録使うで。
シリーズの登場日は、今週の土曜日でございます。はい、ビッグキャップが発射可能なトラグルと G も超強力ですからね、みんなぜひチェックしてくれ。そしてこちら、はい、昨日今日遊んだボトルマン公式競技セットも一緒に登場しますからね、公式競技大会も開かれるから、いち早くゲットして競技の腕を磨いておけ。さあ、この後は BMK も参加するお供、お化け使い。あるところにお化けがいました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ポケモンを集めながら学べるドリルはポケモン図鑑ダイエですが、ポケモンのシールがいっぱいで嬉しいのはポケモン図鑑ドリル。どんどん学ぶとどんどん集まる図鑑達成、ポケモン図鑑ドリル。今月のトルコロプラス3キロパワーカンバッチェック、夢のウィンステッカーに限定カード、ポケモンダブルポスターとポケカキ剥がし、トルコロコミック誌が5発売中。ギガスクール構想に備えよう。基礎学習からプログラミングメニューも充実、スライド作成メニューでプレゼンにもチャレンジ、メニューがたっぷり、ドラえもんギガパッド、パソコンもね。グミのグミの盛んな取れたかダメかちぎれてもた、俺は取れた、これはなんだ、カジキカツオサムワニコイネキ大魚ダイオウイカチンベイザナ、取れた取れた、ちょっとすりグミこっちもね。バケガッチャで、おはどうおばけスカイ。さあ、今日は一体どんなおばけが登場するのか。ここは地獄、そして
監獄、お前にふさわしい罰ここにあり。シャドーバース、新カードバック、八国魔境、アズボルト、新カード追加。僕も飛びたいな。ドラえもん大好き。のび太くん。すごく感動しました。のび太くんが100点？ないない。ホームラン？ないないない。のび太様もここで暮らせばパーフェクト小学生になります。映画ドラえもん、のび太と空のユーロピア。相当時間がかかりそうだけどね。バラッと覚えて。シャドーババLuru book 読んでないの？これ。そんなことない。そんなことない。
どうしようかね。どうやってつける？ドラちゃん、ドラちゃん、ドラちゃん、マイク、どっちが主導権握るんだ。でもやっぱり反則よりはちゃんと正しくやったりとかでしょ。だからシャドバカード3枚プレゼントドラ。そうだね。いや、よかったよかった。これね、マイケルになんか、マイケルに単発のおじさんが違う、だから大丈夫。さあ、それではね、これやっぱルールブックを読んだね、亜生ちゃんが悪いということで、罰ゲームは亜生ちゃん、よろしくお願いします。よっしゃ。さあ、亜生ちゃんがもうすぐ新学期が始まるということで、絶対に間違いない友達作りの方法を番組の最後に披露してもらうぞ。いろいろ考えられるようにテストを用意したから、参考になれるように頑張るんだ。よし、じゃあ亜生ちゃん、別室へ移動だ。頑張ってよ。さあ、次回アニメはライトカミサドトリレンジバトル、シャドーバースワールドランキングもいよいよ終了。果たして1位に輝くプレイヤーは一体、まさかの結末を目撃するドラ。1年後、この日村ではファーモと花鹿の結婚式が行われていた。しかし、あの騒動が嘘みたいに、みんな元気にこんなに集まったぞな。村もようやく昔のにぎわいを取り戻しつつありますね。松丸さん、ドリンクはいかがですか？バーテンダーのラッテンさんのスタイルタイプの夏時でドリンクを選ぼう。頑張って伝えよう。ハテナに同じ言葉を入れてイラストを表す文章を作ってください。私はワインをいただくぞね。イラストの中に甘くない飲み物って水しかないよね。それを自分で選んでいるから。さあ、選択してください。イラストは水を自分で選んでいるか、自ら水を選ぶという文章ができるよね。ハテナに入る言葉は水。みんなで乾杯するんだ。じゃあ松丸さん、乾杯の掛け声お願いします。はい、ではパーモさんと花塚さんの結婚を祝して乾杯。謎解キングダムのイベントは25日、26日もレッド東京タワーで開催。先週はたくさんのおはともが遊びに来てくれて、僕もすっごい嬉しかった。会場で待ってるから、みんなも遊びに来てね。詳しくはおはスタホームページをチェック。今日の天気をお伝えします。日中は晴れるところが多いでしょう。ただ福岡では夜遅くから雨が降りそうです。全国的に暖かくなり、大阪では昼間は半袖でも過ごせそうです。以上の天気でした。ナイトクシュー。さあ、この後亜生ちゃんが絶対間違いない友達作りの方法を披露。あー、面白そう。楽しみひどいね。宝トミーペットボトルキャップを発射。ボトルのキャップの進化、ホットキャップシリーズ。ライトキャップで高速連射、ヘビーキャップで一気に撃破。キャップを使い分けターゲットを倒せ。ビッグキャップで威力抜群、トラグルトチ。宝トミー、グラグラしてワクワク、気持ちはハラハラ、ドキドキ止まらん、こりゃたまらん、アスレチックラディオゲーム。うちの朝はお茶漬け。パーボー春雨を、はいはいはい、わあ、下手すぎ、手巻きでいただいちゃいます。するめー、長年のパーボー春雨。おはスタは TVer で配信中。お気に入り登録もよろしく。レンタロー君、今日はありがとう。それではお待たせしました。亜生ちゃんによる絶対間違いない友達作りの方法です。どうぞ。あー、新学期なー、ちょっとね、あ、あれ
がひっくり返すね。お好み焼きヒーロー、お好み焼きマン、お好み焼きマン。おっとこの空気ひっくり返すね。ひっくり返して、この空気ひっくり返して。何部に入ろうと思ってんの？何部に？俺は野球部さ。なんで？いや、サッカー部だね。ひっくり返した。カレーライスさ。カレーライスなんや。いや、おひたしさ。シブレンジだ。いや、友達になりそうだね。はい、DM くれるのありがとう。はい、ということで、ね、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。お昼買ってきちゃった。松茸の味、はい、お吸い物、粋なごちそうに早変わり、長谷園の、はい、お吸い物、贅沢しちゃった。出川さんちの豚バラ大根、このうまさが、このガチなうまさがレンジでチーン。出川さん、おいしいねこれ。長谷園、レンジのすすめ。